風の速さや方向を測る風速器は気象観測には欠かせません。気象測器検定試験センターには風速計の性能を検査する風洞検査施設があります。この科学技術週間では風洞検査施設が公開されました。こちらの窓の風景ですね。人工的に発生させた風を試験をする風速計に当てます。風速計は秒速90メートルもの強風にびくともせずプロペラを回していました。風洞検査施設と同じ建物に展示施設、気象測器歴史館があります。明治時代の気圧計や地震計などの気象測器が展示された施設で2017年8月に開館しました。この日は多くの人が訪れ、毛髪を使った湿度計やガラス玉で光を集める日照計などの珍しい展示物を熱心に観察していました。気象測器歴史館を見学する場合は1ヶ月前までに電話予約が必要です。高層気象台では毎週水曜日の14時半ごろ、オゾンを観測する気象観測機オゾンゾンデを気球に吊り下げて上空に飛ばします。気球は上空30キロメートルまで上がるので、高さによるオゾンの量の変化がわかります。オゾンゾンデっていうのはどういったものでしょうか？はい、オゾンゾンデっていうのは、周りの空気を取り込んで、その取り込んだ空気の中に含まれているオゾンを測定することで、どこにどれだけのオゾンがあるかっていうことを測るための機械です。その測り方なんですけれど、外の空気を取り込んで中に溶化カリウムっていう物質の溶液が入ってます。そこにオゾンが入ってくると電流が発生するような仕組みになってます。で、その電流を測ることでオゾン量がどれだけあるかっていうことが分かる仕組みになっています。はい、ありがとうございます。この日はオゾンゾンデを空に飛ばす様子が公開されました。気象観測に興味を持つ多くの人が広場に集まりました。オゾン層を観測するっていうことは、オゾン層保護のための国際的な取り組みに役立つことになります。オゾン層っていうのは紫外線から私たちを守っているものなんですけれども、はい、紫外線っていうのは地球上の生き物みんなに全てに影響しますので、オゾン層を守ることがひいては地球上の生き物全てを守ることにつながっているということになります。はい、この日の天候は穏やかで、人々が見つめる中、気球は上空に飛び立ちました。これだけ興味を持っていただいているということがすごく嬉しかったです。地球環境に関わる観測ですので、ぜひ皆さん関心を持っていただけたらありがたいです。